まあ、墨をメインにしたものと着彩されたものと、2系統で、割と、まあ、学生時代の作品も含めて、つい近作まで幅広く、出品させていただいている形になっています。まあ、着彩に限らず墨絵もそうなんですが、基本的に、まあ、自分のこう、なんていうのかな、0から1に生み出す想像力みたいなところに、まあ、あんまり期待してるとしてなくて、で、要は何かこう外界からの刺激なりきっかけをもとに何かを作っていくことで、こう自分でも想像できないようなところまでの作品が出てくるのかなっていうところがありまして、まあ、着彩の方は、まあ、古びた、バラック塔とか、まあ、動物とかいろいろあるんですけど、基本的に、色を割とランダムに、ベースの色として塗るんいますと。で、そこからこう偶然出てくる重なったりとか飛び散ったりとか含めたイメージをもとに、テーマをそこに載せていくような描き方になっています。まあ、墨の作品も割と同じ感じなんですけど、日本画の伝統技法である垂らし込みっていう技法がありまして、まあ、水を打ったところへ、墨をこう落とし込んでいくような形で、本来は多分和紙にそれを施すのが一般的なんですが、私の場合は水彩紙、洋紙に施しています。で、要は洋紙の方が和紙と比べると水の吸い込みが遅いので、垂らし込んだ墨とかの動きの幅が大きいというか、変化に富んでくる感じになりますと。で、そこで生まれた、ムラとかシミとか、まあ、形も、水を打つときに割と偶然というか、何ですかね、手の運動に任せて任意に水を打ったりすることが多いので、で、たまたま出てきた形をこう割と眺めて。何に見えるのかなから始まることが割と多いので、もともとそのムラとかの繊細さとか面白さ、要は時にこう自分が想像しないような形を割と想像させてくれるところがあるので、注意していることは描きすぎない、要はその自然の美しさができるだけ出る、面白さができるだけ伝わる。やっぱり私としてはそこに何かこう自分の動作、要は人の手が加わることで、要は偶然生まれたシミに対して、自分なりで必然と思われるような書き込みを、まあ、最低限加えることで、何かこう私なりのリアルみたいなことを表現していきたい。とにかく、なんていうのかな、時間と偶然性、割とこう、油アクリル等で描いている着彩作品については、やっぱり時間が経ってなんか紡がれてきたおかしさというか変な美しさみたいなところに興味があってやってるので、その時間性と、まあ、あとそうですね、墨の作品にしても、その垂らし込みをした後、とにかく自然乾燥で放置するのが一番面白くて。やっぱそこでも時間がそこにどういうふうに作用するのか、水の量にも違うし、そういうこうやっぱ時間との関係で、なんていうのかな、生まれてくる作用をどういうふうに生かしていかれるのかとか、時間をどういうふうに表現するのかみたいな形では考えています。ちょっとこうそこにあっていいのか悪いのか、綺麗なのか綺麗じゃないのか、価値があるのかないのか、わからないようなものをの中にちょっとこう面白みというかを見出して、それを提示する、切り取る、そこに、まあ、先ほどが言う、そのもともとの素材に対してやっぱり自分のアクションを何か加えた上で自分なりの切り口として見せてみたいっていうところはあるので、何かしらの喚起だと思いますと。それはコミュニケーションであったり、
爽快感であったり、逆に不快感であったり含めて、何かしらの歓喜だと思うので、うん、これ面白くないですかっていう問いに近いので、名古屋方面から高速を、帰ってきますと、そうすると諏訪湖通って、諏訪湖のサービスエリアを越えたあたりから諏訪のインターの手前で八ヶ岳がこう広くバーンと見えるところがあって、まあ、運転中なので当然写真は撮れないんですけど、幅広くなんていうのかな、広がって見える空間、あとはこう丘陵も見えてくるので、なんかちょっと地球の丸さみたいなのが見えるような場所があって、そこはいつも美しいなと思うのと、もう一点は岡谷の方から諏訪湖を挟んで諏訪の谷の方を見るときに、一瞬富士山が、まあ冬の朝とか限られた時ですけど見えるポイントになる場所があって、何でもない場所なんですが、うん、なかなかやっぱりそのなんていうのかな、タイミング、例えば諏訪湖にその時に霧が生えてるとか、なんか空がやたら青いとかあると、なんか特別な空間に急に変わる場所であって、まあ特にあれですよね、観光ガイドとかには出てない面白い場所じゃないのかなと思います。私の作品は基本的には何かこう生み出そうとか無理やり何かしようとかということでは作っていなくて、まあ楽しいから本人がやっている、興味があるのでやっている、でもう破名言ったら子どもの破名みたいな、線が一本あった時にそれを帽子にするだとか、なんかいろいろ考えるような世界に近くて、遊びの戦場にどうしてもあると思うので、まあ遊びで作っているものなので、そんなに堅苦しく見ていただなくて、見ていただく方の方もなんか楽しんで見ていただいて、うん、その方なりのこう捉え方とか、わ、私だったらこんな風に見えるのになあとかでもいいかもしれないし、あ、こんな風に見えるんだでもいいかもしれないしとか、あとまあ墨とかのその表情、書くのとは違う表情っていうのはやっぱりなかなか面白いものなので、そんなところをちょっとこう楽しみながら見ていただければいいかなと思います。